皆さんおはようございます。だいぶ冬らしくなってきましたね。でも九州地方は昼間は16度くらい気温があったりして、天気が良いと結構、暖かいです。ところで国内版初代レクサス IS しかも前期型は今日も元気です。うわぁ。めんどくさいから前期型レクサスにしよう、と。ポジションですが、身長180センチの場合、チルトは一番上の位置より少し下げる。シート高は一番低いところまで下げる。ハンドルは気持ち、下から抱きかかえるようなポジションが好みです。ブレーキパッドは4枚で1万円台前半のテイダスとエチゴやブレーキパッド。割れもなく、ブレーキはよく効きます。削りカスは出るには出ますが洗い落とすのが簡単です。これが薄黄色に曇っていて綺麗にするのに苦労したライトレンズ。ウレタンクリア塗装、1回目は黄ばみが残ったので、2回目は320番のサンドペーパーで気合を入れて磨いて、サンドペーパーの番手をキメの細かいのに上げながら綺麗に仕上げ磨きした後、再度、ウレタンクリア塗装し、ダッシュをガラスコーティング剤を塗って仕上げました。ついでにレーダーセンサーの傷も同じように処理しています。今回の仕上がりは、まあ、満足しています。やっぱりライトがみすぼらしい車に乗っていると、どうしてもテンション下がるんですよね。これは車種には関係ないということは自分にとっては明らかです。後部のスタイルですが、歴代の IS の中では、一番、好みです。ハイブリッドモデルあたりから切れ長なリアコンビライト。オーナーさん、ごめんなさい。じっくり見たことないんですけど、あんまり好きになれません。7J の軽量？ホイールで普通のタイヤ。ハイフライというアジアンタイヤ。めっちゃ、乗り心地が良いですよ。タイヤの銘柄というより、バネ下の軽さと。トレッド幅が狭くてタイヤの縦方向の剛性が、それほど強固ではないため、路面とのあたりが柔らかく感じるし、もともとコストのかかっていそうなショックの性能が、フルに発揮されている。そんな風に捉えています。LED のフォグランプはデイライト代わりに使っていますが、ちょっと予期しなかった欠点として、LED フォグが明るいので、ヘッドライトをつけ忘れていることが、ちょくちょくあります。これまで2回もやっちまった汗。国産の高級セダンって、乗る人を優しく包み込んでくれながら目的地まで、運んでくれる感覚があります。やっぱり国産車は日本人にとても合っていると思う。元来は、装飾系？の民族？だからかな。音がうるさすぎたり、乗り心地が硬すぎたり、走りのために何もかもストイックな感じの車って、快適性まで求めると、結局、めちゃくちゃ高いスポーツカーとか、スーパーカーじゃないと、厳しいと思うんです。そういうことで、普通の人が、普通に長く、快適に、そしていろんなことに使いでのある、国産セダン、特に高級車、VIP 系と言われるセダンって、そのようなことを十分に理解し、目的としているのであれば、中古車でも、胸張って乗れる感じがするし、昔は、なんとなくダサい、と思っていました。しかし、それははっきりと間違った考えだったと、反省しています。ダサい、どころか、そういう目の付けどころというか、VIP 系セダンは価値ある乗り物、中古車として優れた選択肢であることに、当の昔に気づいているということ、その考え方における合理性や日本人の特性に合っているという理解、に対して、尊敬しています。セカンドカーとして刺激の強めな車を持っていても、そういう趣味的なスポーツカーとかは、本当に趣味車としての存在意義が、こういう優しい快適なセダンをメインにしていると、よりその良さとかがまた活かされてくるような気がします。
2台合わせて200万円以下、軽自動車の新車より安い値段で。維持の問題さえクリアできれば、楽しく豊かな気持ちになれる中古車生活が待っています。本当に、こういう車生活ができるのは、ありがたき幸せ。日本に住んでいる、日本人で、本当に良かった、と思う次第です。それでは、最後まで、ご視聴いただき、ありがとうございました。